こんにちは、のりです。まきです。田舎暮らしをしているとどうしても物が増えていってしまいます。私たちだと畑で使う道具とか、あと DIY のツールとか DIY に使う資材とかが増えていってしまいます。あと私たちはアウトドアが好きなので、キャンプ用品とか、あとクライミングの道具とかボルダーマットとか、あと私のスキーとかが結構増えていってしまっていて、こういうものって大きいものが多いし、あと外で使う道具なので家の中ではちょっと保管がしづらいなって思ってました。で、きっとこれからそういうものも増えていきそうなので、去年の夏に物置を購入しました。ありがとうございます。私たちが購入したのは稲葉物置の内装 SMK75S というモデルで、今回の動画は田舎暮らしの必須アイテム物置についてお話をしていこうと思います。今回のポイントは内装 SMK75S の値段とスペックについて、組み立ては自分でできるのか、内装 SMK75S の使い心地、物置は大きければ大きいほどいいと思う理由、これから物置を買おうと思っている人の参考になると嬉しいです。まず気になる値段なんですけど、買ったのが2022年の夏頃で、楽天のネットショップで買ったんですけど、値段が送料込みで37万8千円くらいでした。他のメーカーの同じサイズのものと比べるとだいぶ高い方だと思います。でホームセンターとかで売っている安いものだと多分半額以下で買えるんじゃないかなと思います。でこの内装 SMK75S が高い理由っていうのは、断熱材が入っているところで、物置の中があまり熱くなりすぎないっていうのが特徴で、で入っているものが多分傷みにくいとか、そういうメリットがあるんだと思います。次にサイズを見ていきます。この物置のサイズは内寸で、この幅が2940mm×奥行きが2360mm×高さが1960mm で、開口部が1090mm×高さが1798mm です。結構大きく開くので大きなものでも取り出しやすいです。でこの開口部は6尺のベニヤもそのままでは入らないけど、斜めにすれば入るくらいのサイズです。こんな感じでちょっと斜めにずらして入れれば入ります。開口部が大きいので結構何でも入れられます。床面積が7.48 平米、坪にすると 2.27 坪くらい、約畳4畳分くらいあります。値段も結構するかもしれないですけど、畳4畳分くらいの何でも置けるスペースを確保できると思うとなかなか良かったんじゃないかなと思います。重量は 526.8kg あるみたいです。で、積雪強度は1200ニュートンパー平方メートル、床耐荷重は3000ニュートンパー平方メートルという数字が書いてあるんですけど、正直よくわからないですこれは。で、まあ、その他の特徴として、まあ、さっき説明したんですけど、断熱材が入ってるっていうのと、まあ、通気口があるっていうところで、物置の中に熱がこもりにくいっていうのと、まあ、結露防止にもなってるので、まあ、湿気もたまりにくい、であと雨とか埃も入りづらい構造になってるそうです。組み立ては私たちは自分たちでやりました。業者さんに頼むと設置費用が5万円くらいさらに追加でかかってきます。でこれは倉庫の組み立てだけの費用なので、じゃあさらにそこに基礎を打ってコンクリートを打ってってなるとさらにお金がかかってきます。私たちが自分でやったのは素人仕事なので水平が甘かったりいろいろあらはあると思うんですが、1年使ってみて傾いたり、あとドアが開かなかったりっていうことはなく使えています。実際の組み立て作業ですが、大きく分けて3つの工程に分かれます。1つ目が地面を平らにするっていう作業ですね。で2つ目がその平らにした地面にブロック、コンクリートブロックを置いて基礎を作っていくっていう作業
で3つ目が実際に物置を建てていくという作業になります。1つ目の作業の地面を水平にするという作業がものすごく大変でした。そもそもうちの敷地は山林なので平らな場所が少ないです。なので傾斜地を削って平坦のスペースを作ることから始めました。こんな感じで地道にスコップで掘る作業を続けるんですけど、真夏の暑い時期に作業してたのですぐ汗だくになってバテるし、蚊に刺されて痒いし、太い根っこがそこら中にあって掘りにくいし、大きな岩、多分100キロ以上あるような岩もあって、それをこう運ぶのも大変だしと。そんな作業を仕事終わりの夕方とか休みの日に少しずつ進めたんですけど、合計10日くらいかかりました。この作業が本当に一番大変でした。次が基礎ブロックを置くっていう作業で、ここで重要になってくるのが全てのブロックを平らに置くっていうことです。水平の出し方はいろいろあると思うんですけど、私たちはコンクリートブロックとブロックの間に木の板をかけて、でその上に水平器を乗せて水平を取るという方法で測りました。これは正直なところすっごい雑な水平の出し方だと思うんですけど、物置を運んできてくれた業者さんが大丈夫ですよみたいな感じで言ってたので、大丈夫なんじゃないかなと思っています。実際若干不安はあったんですけど、あんまりこだわってても素人にはどうにもできないので諦めてそのまま建てることにしました。で最後の工程が物置を実際に組み立てるという工程なんですけど、これは意外と簡単でした。素人でも説明書を読みながら丸1日もあれば組み立てられると思います。ボルト締めをすることが多いのでインパクトドライバーはあった方がいいと思います。業者さんに聞いたところ、プロだったら3時間もかからないらしいです。でしかも2人とかじゃなくて1人で全部作業できちゃうそうです。私たちは、僕たちは1人が支えてて、支えてない人がボルト締めしてっていう感じで2人でやったんですけど、2人で十分ですね。だいたいどのくらいの時間が、時間は丸1日、昼の2時くらいから始めて夕方までやって、次の日また午前中やって完成くらいなんで、本当に1日くらいかなって感じですね。余裕の人だったらもっと早く済むと思います。1年くらい使ってみて今のところとても使い心地いいです。物置の用途は結局物を入れることなので、実際使い心地の良さとかあるって思うかもしれないんですけど、他の物置、職場の物置とかと比べるとドアの開閉のスムーズさが全然違って、その物置だとこうドアを開けるのにギシギシ音が鳴ったり、すごい力を入れて引かなきゃいけなかったりするので、ここは結構違うなと思います。その点内装 SMK75S は信頼の稲葉のモデルなだけあって、作りがしっかりしていてすごいスムーズに開け閉めができます。ドアもこんな感じで開いて、すごいスムーズに開きます。ここは値段の違いが出ているところだと思います。あとやっぱり建物の熱のこもりやすさっていうのは全然違ってくると思います。別に物置にクーラーがついてるわけじゃないので涼しいとかはないんですけど、断熱材が入っていることによって真夏の炎天下でももうそこまでサウナみたいな感じにはなりません。それなりに暑いけど他の物置と比べるとかなりマシになっているかと思います。構造は上部に換気窓がついているので、そこから熱い空気が外に出ていくようになっています。スキー用品とかキャンプ用品を保管するときにあんまり暑い場所にずっと置いとくっていうのはちょっと劣化が気になって嫌なんですけど、こんな風にしっかり熱がこもらないようになっている物置なので安心して置いておくことができています。でこれから物置を買おうかなって思っている人に向けて助言というか、僕が持っていることを話すと、一番気をつけないといけないのはサイズだと思います。自分が収納したいものが入るサイズなのかっていうのが重要です。こんなことは当たり前だと思うかもしれないんですけど、実は見落としがちなポイントがあります。それは物置は物置の実際の容量よりも少ないものしか収納できないということです。例えばこんな感じの長方形の物置があるとします。これ上から見た図ですね。でそこにぎっしりと物を入れていきます。でこんな収納の仕方をした場合、奥にあるもの、一番奥にあるものを取り出したい場合、すごく大変になります。
一番多くのものを出すには手前のものを全て出さなければいけなくなります。これすごく手間ですよね。ではどういうふうに収納するのがいいかっていうと、物置の壁面に棚を取り付けてその棚に収納していくっていう方法があります。棚をつけると物置を立体的に上に物を置いていけるので収納スペースが増えます。棚に収まらないような大きなものは邪魔にならないような場所の真ん中とかに置いておくことになります。これだったら物置内のどこに収納されていてもアクセスすることができます。でこういうふうに使い勝手のいい収納の仕方をすると必然的に物を置けないスペースが生まれます。ということで物置は実際の面積よりも物を収納できる面積は意外と少ない。だから物置は大きめのものを買っておいた方がいいという話です。とはいえ実際に物置を買うとしたら置くスペース敷地の問題もあるし、大きければ大きいほど基本的には高くなるので、値段のこともあるから、単純に大きいものを買えるかっていうとそうではないんですけどね。田舎暮らしをしているとやりたいことがどんどん増えていって、でそれに伴って必要なものもどんどん増えていきます。やりたいことがあるのに物を置くスペースがないから買いづらいとか始められないってもったいないと思います。ということで、田舎暮らしには物置が必要だ、大きければ大きいほどいいという話でした。これから物置を買おうと思っている方の参考になったらとても嬉しいです。この動画が役に立ったと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。